前回の勝ち抜きチャレンジャーを振り返ってみましょう、はい、前回も圧倒的な演奏力を披露したマスタリカ、3週勝ち抜きの壁を難なくクリアし、見て点数、対戦相手に大きく差をつけなんと84点をマーク。波に乗るマスタリカ、今夜4週勝ち抜きに挑みます。先週のマスタリカの曲はですね、アベスタペンタゴンでは84点、うんね、で特に演奏力が高評価を得ていましたよ ね、 ですね、もう偏差値含めて、うん、もうスキルなんか全てがいい感じの、はい、まあ、今週ね勝てるかどうかっていうところです ね、うん、そうですね。そんなマスタリカの皆さんが勝ち抜きシートに来ています。はい、マスタリカ、はい、はい、素晴らしい曲を持ってきたってもう先週言ってたけど、今回のテーマはダンスです、うん、ダンス、ダンスか。先週はあれだったんですか、あのドラムの方の顔芸がテーマだったんですか、うん、顔芸でもなんかね、エイジさん の、 もうあのドラムを見てると自分もあの顔になってしまうっていう顔のトレーニングになりますけど、そうそうなりますね。ラテンパンクの衝撃は止まらない。アベスタに旋風を巻き起こし、破竹の勢いで3週連続勝ち抜き中。先週は番組史上最高得点となる84点を獲得した。すごいバンドがいて、僕は知らなかったのが悔しいっていう。ギタリスト目線で言いますと、うん、ギターがいなかったんで、全然ギターなんていない方がいいと思ったバンドですよね、うん、そして戦いを重ねるにつれ、メンバーたちも徐々にその素顔を見せてきた。魂で歌うボーカル、キヌ、鳴りやまないベース、花竜、冷静沈着なキーボード、豊か、そして顔で叩くドラム、エイジ。熟練した4人の個性が合わさり、挑戦者たちを退けてきた彼らが次に披露する曲はダンスです、うん、目の前に踊っていただきたいと。そうね、楽しんでもらいたいと思います。4週目にしてさらに新たな引き出しを開けることを宣言。マスタリカがさらなる未知の世界へと誘う。4週勝ち抜きに挑むマスタリカがいよいよ登場。偶然にもダンスチューンを披露するというマスタリカがアナザーライフの挑戦を受けて立つ。はい、それではですね、演奏直前のマスタリカに声かけてみましょう。はい、はい、マスタリカ、はい、はい、今回は4週勝ち抜きにチャレンジでございますが、4週目、はい、もうとことん楽しみたいと思います。ファイナルバトル高校マスタリカ、ダンスチューンで4週勝ち抜きを目指す。さあ今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、はい、4週勝ち抜きに挑戦しますマスタリカです。それでは行きましょう、はい、アベマスター発掘。Good time.
されてるよな。いやでもまあダンスチューンっていうか、もそう、ね、まさにシティポップでしたね。そうですね、うん、それでマスタリカの方行ってみましょうか。はい、マスタリカはい1点差。いや2点、あ1点差か。1点差です。1点差に今度は泣くことになってしまったね。そうですね、うん、帰ってきますね。いやでも全然評価は低くないからさ。はい、うん、頑張ります。ね、いろいろ審査に、真摯に審査してくれてありがとうございます。じゃあ、はい、しかもさん、なんか一言大丈夫ですか、ありますか。マスタリカに一番言いたい一言は、はい、僕はだからマスタリカはね、うん、ここからなんかこの素晴らしい演奏を、うん、じゃあどれだけ多くの人に、うん、聞いてもらう、うん、チャンスを得るのかっていうのが、うん、まあ、最大の課題だと思ってたんですけど、うん、はい、この藤田さんが、うん、俺だったらデビューさせられるなって。聞いた、マスタリカ。聞こえました。聞こえました。聞こえました。いや、この一言はかなりでかかったですよね。うん、本当にこのバンドに頑張ってほしい。感じました。ぜひぜひ。一言だなと思って。いや、いいじゃないですか。いい話でしたな。うん、これからも変わらず頑張ってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ちたいって思ってたのが、もう一番は、あの、来て演奏するのが楽しいんで、それをもう一回したいっていう、うん、はい、理由がすごいでかかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすがすがしいね。そうね、もはや素敵な思い出です。うん